皆さんこんばんは。今日ご紹介するのは和田市中華そば山わさびさんです。ぜひチャンネル登録お願いします。山わさびが乗ったラーメンが話題の2020年にオープンしたラーメン店。店主さんは和食料理人経験40年という大ベテランで、ラーメン以外の小料理も大人気です。山わさび中華そば塩750円。透き通った和だしのスープはすっきりとしていて、山わさびを溶かしながら食べると味の変化を楽しむことができる人気の看板メニューです。いただきます。鶏と鰹節を使ったスープはすっきりとした優しい味わい。まずは山わさびを溶かさずにこのスープの旨味を味わってみてください。次に山わさびをスープに溶いてみましょう。むせないように気をつけます。鼻にツーンときます。でもスープが一気にキリッとした味になりました。これはすごい。麺は中細のストレートでチュルッとしたすすり心地です。あっさりなスープによく合います。麺をすするときに山わさびをのせる場合は要注意。吸い込んだ瞬間にむせそうになります。着丼の際に店主さんからむせるから気をつけてと言われたのですが、気をつけてもむせます。他のお客さんもむせてました。皆さんも気をつけましょう。具は山わさび、水菜、穂先メンマ、半熟卵、鶏チャーシュー、豚チャーシュー、ネギ。最近穂先メンマさんと出会う確率高い。嬉しいですね。山わさびは結構な量が乗ってます。オーダーが入ってから店主さんがすりおろしていました。新鮮ですね。鶏チャーシューは塩麹に漬けているそう。柔らかくてとっても美味しいです。豚の方はジューシーで分厚いです。どっちも美味しいけど鶏の方が好きです。半熟卵もとろっと加減が最高でした。具材は全体的にあっさりでヘルシーな感じです。ちなみに私わさびのツーン耐性が人より低いみたいで、お寿司もサビ抜きの方が好きです。そのことをすっかり忘れていて、今回山わさびさんに挑戦してしまったのですが、案の定ツーンを通り越してビリビリ来ています。頭のてっぺんに向かってビリビリっと来てます。泣きそう。最後残ったスープを使ってお茶漬けにするのが人気みたいですよ。わさびには血液をサラサラにする効果があるそうなので健康にいいですね。皆さんもチャレンジしてみてください。ごちそうさまでした。地下鉄南北線平岸駅から徒歩4分。駐車場は2台、席数はカウンターのみ8席です。ご視聴ありがとうございました。ぜひ行ってみてください。